タラワ旧強襲揚陸艦は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦の艦級。1969年度から1971年度で、軽護隻が建造され、全通飛行艦班による航空運用機能とウェルドックによる上陸用修艇の運用機能を兼ね備えた、新しい揚陸艦として活躍したが、新型修艇、航空機に適合しにくい部分があり、2015年までに、 運用を終了した。基本計画番号は SCB-410。ヘリコプターの発達を受けて、アメリカ海兵隊では、水陸両用作戦でのヘリボーン戦術の活用について模索していた。また海軍も、その洋上拠点となるヘリ空母についての検討を進めており、当初はアッパ m と、仮称されていた。実験的に護衛空母。 セティス米を改装した後、まず1958年度から1966年度にかけてヘリコプター揚陸艦として、伊ジ島級7隻が建造された。またこれと並行してヘリコプターの運用能力は妥協しつつ、上陸用集艇の運用能力を強化したドック型輸送揚陸艦の計画も進められ、1959年度よりローリー級の建造が開始された。 アパ・エムシアンの段階では上陸用修程のためのウェルドックが設けられていたが、実際に建造されたイオージマ級では削除されており、LPH と LPD 等、揚陸輸送艦と貨物揚陸艦のように保管し合って運用させることが構想された。その後、1963年に行われた上陸船能力に関する再検討により、このままでは、 艦隊としての重装備の揚陸能力が不足することが判明したことから、イオージ島級の最後に遺跡にウェルドックを追加することも検討されたものの、結局は最終7番艦に LCVP2 跡のためのボートダビットを追加するに止まった。この情勢を踏まえて、1964年11月、海軍作戦部長は海軍分析センターに対し、1980年代に 向けて必要な水陸療養作戦能力についての研究を依頼した。この研究を通じて、ツナは LPH と LPD を統合した新型艦を検討するようになり、1965年2月23日、感染局に対して大型で多様途性が高い揚陸艦の試案作成を依頼した。1965年3月31日に提出された報告では、 満載排水量49,200トン、イオージ島級よりも一回り大きな飛行甲板の下に、LPD と同様のウェルドックが設けられ、その前方を、車両、資機材の搭載スペースとしており、LPH、AKA、LSD、そして、LST をも代替し得るものとされていた。海兵隊は、この設計では、ウェルドックへの依存が大きすぎて上調性に、乏しく、 例えばドックの後部ハッチが故障すると、作戦全体に支障をきたすことに難色を示した。一方、作戦部長府は複数艦を少数の大型艦に統合することによるコスト低減を評価しており、基本計画審議委員会は、艦染局に対し、さらにいくつかの試案を作成するように命じた。これらの検討を経て、この新型艦は、ラと称されるようになり、 1966年7月より正式な計画が開始された。従来であれば感染局の試案がそのまま設計案に発展するが、当時のロバート・マクナマラ国防長官は、航空機と同様、感染の設計もできる限り民間に委任することで効率化できると考えており、要求仕様を提示するのではなく、提案依頼書に基づいて事業者側からの提案を競合させるという、 調達方式が採用された。1967年2月には全体開発計画が承認され、1968年7月にはリットンインダストリーズが受注を獲得した。これによって建造されたのが本級である。本級の船体は上部が空母形式で後半部に格納庫とウェルドックを設け、前半部には上陸部隊の居住区画、車両、 装備品の搭載区画などが設けられた。先行するイオージ島級よりもかなり大型化し、第二次世界大戦世代のエセックス級航空母艦をしのぐ大型艦となった。立ン車の設計案はよく統合されて革新的で、あると評されたが、特に船体後半部の強度不足が懸念されたことから、これに対応するため、船舶重量は七十七トン増加し、 その代償として、ドックや格納庫内の支柱の削減や格納庫の甲板、高さの削減などが行われた。なお、リットン車の設計案は、レオポルド博士のチームによって作成されたが、このチームは、スプルーアンス急駆逐艦や急速配備補給艦の設計にも携わった。機関は、ギアードタービン方式で、ボイラー2艦、蒸気タービン2機により、 二段減速機を介して二軸のスクリュープロペラを駆動する。上記の通り、船体規模は s x 級と同程度であるのに対し、指揮出力はその40%程度となった。ネームシップの海上耕味では25.3ノットを記録しており、持続速力は22ノットとされた。ベトナム戦争では、エンジン出力を上げにくい、高温環境において、 満載状態のヘリコプターの発艦に困難を伴った例があったことから、速力は航空運用機能のためにも重要であった。蒸気製浄は圧力 600LBF インに温度化し900度とされた。なお本級のボイラーはアメリカ軍艦に搭載されたものとしては史上最大であった。電源としては出力2 5 0 0ットの発電機4機。 2000kW の発電機2機、そして 150kW の発電機4機を搭載し、合計出力 14,600kW を確保した。蒸気の経緯により、本級はヘリコプター揚陸艦にドック型揚陸艦、さらに貨物揚陸艦や揚陸指揮艦の各機能を顕微した充実した能力を備えている。 ペリリューの飛行艦板全通飛行艦板は長さ250メートル幅36メートルを確保して中型の CH-46 なら12機、大型の CH-53 でも9機を同時に運用できる。飛行艦板と格納庫を連絡するため、左限後方と完備艦板に1機ずつのエレベーターが設置されており、左限側のエレベーターは折りたたみ可能な。 デッキサイド式とされた。また、管理側のエレベーターは、ウェルドック内まで加工させることができる。ギャラリーデッキを挟んで下方には、船体の後方を中心として、全長の13に及ぶ格納庫が設けられており、床面積は1800平方メートルとされる。2層分の高さを確保しており、前方部では20フィート、後方部では23.6フィートの高さがあった。 船体の大型化に伴って、伊ジ島級よりも搭載可能な機数も増加しており、CH-46 なら最大で38機を収容できた。標準的な搭載数は、CH-46 輸送ヘリコプター16機、CH-53 輸送ヘリコプター8機、UH-1N 汎用ヘリコプター4機、 そして R-1J 攻撃ヘリコプター6機であった。なお、航空燃料の搭載量は JP-5200 トンとされる。伊王島級では護衛空母としての対戦性任務も想定されていたのに対し、本級ではこの要求は削除された。一方、本級の収益までに海兵隊は AV-8A ハリアー攻撃機の運用を開始しており、 本級にも搭載された。標準的な海兵上陸部隊の編成では6機のハリアーが含まれていた。また1981年の演習では、ナッソーを用いて正解艦としての運用試験が行われ、19機の AV-8A を搭載しての行動を実施しており、その後の研究でハリアー20機と SH-60B ランプスヘリコプター4から6機を 搭載しての行動が可能であると結論された。湾岸戦争の際には、実際に,ナに、ナッソーに AV-8B20 機を搭載して、ハリアー空母としての作戦行動が実施されており、砂漠の嵐作戦の最終週には、1日あたり、60相規模の出撃が実施された。なお本級では、飛行艦板の長さを生かして、垂直離着陸機ではない固定翼機ながら、 短距離離着陸性能に優れた OV-10 の搭載も可能であった。ベローウッド後方から老朽がウェルドックに侵入しようとしている。本級は一個大体揚陸チームを機関とする海兵上陸部隊の主力を収容できるように設計された。2.9時間でその強襲部隊を上陸展開することが求められたが、これは 毎時511溶石トンの資機材を揚陸することを意味した。上陸部隊1903名と爆量119名を上艦させることができ、全員分の信頼が設けられている。その装備を収容するため、艦内には格納庫とは別に車両甲板24,416平方フィートが設けられた。ドックのある最下層の車両看板から格納庫看板。 さらに、飛行甲板までランプが設けられており、車両は自走で移動することができる。船体の後端部には、長さ80メートル幅23.4メートルのウェルドックが設けられており、上陸用集艇としては、老朽であれば4隻、LCM であれば20隻、LVT であれば52両を収容できた。船内の自由水が、船体の同様に与える悪影響を抑えるため、 ウェルドックの中央部には仕切り板が設けられた。ドライカー号、船倉から老気の減速まで自動的に送ることができるよう、同部には貨物移送用のベルトコンベアが設置された。これは非常に先進的なシステムだったが、後にクック -19 エアクッシ,ション型用陸店が配備されると、ウェルドックの大きさにもかかわらず、この仕切り板や、 ベルトコンベアが邪魔になって一席しか搭載できず、重大な制約となった。またこのほか、飛行甲板上に LCVP と LCM を二席ずつ搭載、可能であり、こちらはクレーンで、要項する。なお医療施設も充実しており、手術室や X 線撮影室、病室や隔離室、血液検査室、薬局、歯科治療室を備え、 病床は300床を確保可能とされた。1978年当時のベロウッド、漢方などが維持されている。本級では漢方として飛行乾板の切り欠き部分に54口径 127mm 単装砲3基を搭載した。コスト削減のため、在庫の50口径 76mm 連装速射砲に変更することも検討されたものの、 当初設計通りに5インチ砲が搭載され、マーク86砲射撃式装置による完成を受けた。これは、主として艦砲射撃による火力支援のために用いられたが、限定的な対空兵器としての運用も可能であった。その後、5インチ砲は1990年代初頭に撤去され、GFCS も1998年から1999年にかけて撤去された。 また、春工時には、シースパロー BPDMS のマーク258連装発射機2機を搭載し、マーク71包囲板により完成した。その後、5インチ砲の撤去と同時に撤去されて、代わりに、ラムキン接防空ミサイルの21連装発射機と、ファランクス CIWS が2機ずつ設置された。また当初は、mm、単装機,機が設置されていたが、 これも75合計 25mm 炭素機銃2機に換装された。なお、レーダーとしては、対空捜索用に、アン、SPS-40B、対水上捜索用に、アン、SPS-10 回、航空管制用に、アン、SPN-35 が搭載されたほか、本級では3次元レーダーの搭載も実現し、アン、 SPS-52B が搭載された。あとに、対空捜索レーダーは -40E、対水上捜索レーダーは -67、三次元レーダーは、アン、s p s 4 8 e に更新されたほか、低空警戒レーダーとして、マーク2 3トスが追加された。また、戦術広報装置もアン、アーン2 0から -25 に更新された。 電子戦装置としては、当初は、アン、WLR-1 電波探知装置が搭載され、後に、アン、SL9-323 電波、探知妨害装置に換装された。また、マーク36スバックも搭載された。戦術情報処理装置として、後にアッコズブロックレイを装備したが、SSDS への更新は棚上げされた。全艦が、 インガルス造船所で建造された。計画時は9隻の建造が予定されたが、1971年に後半4隻はキャンセルされた。その後、1984年度計画からは、クック -1 級の運用に対応するなど設計を改定したワスプ級の建造が開始された。ラの追加建造であると思われないように、こちらには、 LHD という戦隊分類記号が付されたが、実質的には、ラとほぼ変わらないものであった。湾岸戦争の際には、本級2隻を含む艦隊が、ペルシア湾に派遣され、上官した部隊を上陸させたが、通常の揚陸作業であり、水陸両用作戦は行われなかった。ただし、蒸気のように、ナッソーが、ハリアー空母として行動したほか、 タラワからもハリアー6機が出撃し、後には地上基地に移動して作戦を継続しており、ノーマン・シュワルツコフ将軍は迅速、決定的な勝利に大きく貢献した3つの航空機の一つに AV-8B を挙げるほどであった。当初、2003年度から近代化改修に入る予定だったが、上記のようにクックの収容能力が低く、また、 メガボルト -22B の運用にも不適な部分があったことから、これはキャンセルされ、本級を退役させて、アメリカ級により代替することになった。ありがとうございます。